大阪蒼天堀の夜を彩るキャバレーグランドの支配人真島五郎。そのきらびやかな表の顔とは裏腹に、真島の運命は佐川という男の手に握られている。3年前、かつて神室町の極道だった真島は、親の意向に逆らったことで組から存在を抹消されていた。やがて真島は極道へ復帰する条件として、佐川からある人間の殺害を命じられる。真島の標的となったその人物の名は牧村誠。しかし彼女を狙う極道たちの突然の出現により、真島は思いがけず誠への殺意を失ってしまう。それは仕事を命じられた殺し屋にとって許されるはずもない行為だった。ここは？ええから入れ。倉庫や古いソファーやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。あの、何があったんです？なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前狙おうとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か？それはお前なんか、まあ、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か？知りません。私は何も。あなたは誰なんですか？あ、俺か。しょうもない男や。え？人一人殺すこともできん。最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見えん女とは知らされんかった。けどお前を狙ってたのは俺だけやなかった。お前一体何者なんや？コウモリの入れ墨言うのは何や？なんでそいつを探っとった？いや、リーさんは、リーさんに会わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた？でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者かわからんが、撃たれる時ちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に？用が済んだらあの男に会わしたる。けどその前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。私を殺しに来たんなら、なんで助けたの？なんで殺さないの？
お前は殺されたいんか？どの道、お前生かしとることがバレたら、お前も俺も俺の雇い主に消される。え？せやけど、なんでお前が狙われとるかが分かれば、少しはやりようがあるかもしれん。コウモリの入れ墨言うのは何や？なんでその男を探しとる？それはそいつがヤクザ雇ってお前を狙ったかもしれんのや。今さら隠してもしゃあないで。コウモリの入れ墨の話なら D さんが知ってる。あ？D さんに聞いてください。そうすればわかりますから。本当やろな？その話もっと早い言えや。え？いくら厩舎外しとっても銃で撃たれたんや。出血多量で死んでしまうかもしれんやろ。あなた、さっき大丈夫って。まさも方便ちやつや。ええか、死にたなかったらこっから出るんやない。絶対やぞ。はい。礼の一つくらい言うてったらどうや。山形、朝早くにすまんかったな。オデッセイでもほとんど使わん物置や。あんなんであんたに菓子作れんなら安いもんやで。けど女閉じ込めるために部屋貸せなんて、あんたもええ趣味してんな。女のことは他言無用や。大胆な男やね。そんなもんライバル店の支配人に頼むことかいな。俺がこの秘密触れ回るとは思わんのか。このことがある筋に知れたら、俺はこの町におれんようになる。もしそうなったら、あんた困るやろ。ああ？グランドとオデッセイっちゅう店が張り合うてこその争点ぼりや。どっちかの店だけになれば、町自体の客足どんだけ減るやろな。野球と一緒や。一強だけのリーグ戦で客は呼べん。オデッセイだけで試合は盛り上がるんで。なるほど、さすがは夜の帝王っちゅうわけかい。わかった、あんたの秘密の趣味は俺の胸にしまっとくわ。せやけど菓子は菓子や、忘れんといてや。ああせや、真島はん。ああ、んたキャバクラにはいかがりますか？キャバクラ？ああ、最近増えてきとるらしいの。グランドやオデッセイみたいなキャバレーとは少しちゃうらしいが。せや、キャバレーのように時間制のお会計で高級クラブ並みの接待を受けられるっちゅうんで、キャバクラ言うようになったんや。まだ行ったことないが、それが？ほな一度行ってみたらええ。蒼天堀の夜の帝王がキャバクラ知らんやなんて、よそに知れたら笑われます。ほう、そんなええもんなんか。ええ、これからは間違いなくキャバクラの時代や。男も女も必ずキャバクラに流れる。キャバレーはもってあと数年ってとこやろな。そこまで言うんやったら、あんたもキャバクラやっとるやないか。台所来るし言うてもそんくらいの金あるやろ。もうやったわ。けどあかんかった。何やと？ま、いっぺん見てきたらええ。あんたにもすぐにわかるはずや。キャバクラを制す者は夜の街を制する。その言葉の意味がない。
ちいと喋りすぎましたわ。ほな。誰お前、何しに来た？黙っとったら何も分からんで。私関係ない。リーさんの着替え取りに来ただけ。リーの着替え？ほなお前、ここの店長の居所知っとるのか？リーはどこにおる？無事なんか？リーさん今私の病院いる。なんや、おっさん医者か？この辺りの中国人みんな私の病院来る。Dさんも昨夜駆け込んできた。そんな病院どこや？いや、でも俺はリーの味方や。先生、あんたここにおった誠という女知っとるか？誠？知ってるよ。リーさん、あの子のことをとても心配してる。俺はその女に頼まれてリーに会いに来たんや。せやからあんたの病院どこにあるか教えてくれ。はよ言わんと痛い目見るで。わかったよ。私の病院、小福町西にあるジャンバラヤってジャンソー。私いつもそこで患者見てる。ジャンソーで病院？闇医者っちゅうことか。もう行っていいか？いや、俺が探しとることをリーには内緒なんや。しばらく寝とれ。ああ、そろそろ来ると思っとったで。案外遅かったやないか。何やと？そない怖い顔すんなや。あんた、俺が来ることお見通しやったっちゅうんか。まあ、想定の範囲内やな。わしをただの針師と思わん方がええで。ゴッドハンドやさかいな。ああ、あかんあかん。そんなん通るわけないやろが。そのとん、当たりや。うわ、そりゃないよ、リーさん。お前、下手すぎや。もうそこの新顔と変われ。あんたもええやろ。せっかくこないなところまで来たんや。わしは一度な、殺し屋っちゅう人種と、麻雀打ってみたかったんや。
怪我人にしちゃ元気そうにしとるやねんか。アホ抜かすな、死ぬほど痛いわ。腕が動かへん、あんたと変わってやりたいわ。あんた、あの女がどないなったか聞かんのか。誠が死んどったらわしを探す理由なんてあらへん。生きとんのやろ。お前まだいっぺんも人殺したことないな。顔見りゃわかるんやで。一線越えんで踏ん張っとるっちゅうとこや。人殺せん男がなんで殺し屋なんかやっとるんやな。顔見ただけで何がわかるっちゅうね。ホンドラみたいなアマちゃんが生きったところで誰もビビらんでいい。わしにはわかるんや、なんでも。それロンや、悪いな。まことは怪我しとらんのやろな。なあ、女は無事や、安心せえ。そうか。そしたらあれか、お前がここ来たんは自分が生き残る策を探ろうっちゅうことか。下手打った殺し屋が雇い主に殺されんようにな。言うとくけどな、俺はまだあの女殺さんと決めたわけやない。俺以外にもあの女狙ってた連中がおったな。あんたの体に銃で穴開けたヤクザどもや。それがどないした。やつらはなんであの女狙うとる。そんなもんお前の雇い主に聞けや。そいつも誠狙っとんのやろ。女が狙われとんのはお前らがコウモリの入れ墨嗅ぎ回ってるせいなんとちゃうか。さあどうやろな。リーさん、大丈夫だったか。応援かき集めてきたよ。そいつリーさん狙ってる。ふん、なかなか楽しかったで。まだ話は終わっとらん。俺が敵か味方もわからんやろか。それでもやるんか。敵か味方かわからんのやったら殺した方がマシや。それがこの町の中国人の流儀やで。聞く耳持たんちゅうわけかい。お前ら遠慮はいらんで、ぶちかましたれ。なるほど、出来損ないの殺し屋っちゅうわけでもないか。ちいと甘く見とったわ。あんたらの島を荒らす気はない。あの女がなんで狙われとるか知りたいだけや。誠の狙われる理由がコウモリの入れ墨の男や言うんやったら多分関係ないで。なんでそないに言い切れる。誠から何も聞いとらんのやな。あの女がお前に聞け言うたんや。あの子は自分の口から言いたないだけや。どういうことや。あの子はな、コウモリの入れ墨の男のせいで目が見えんようになったんや。何？誠は2年くらい前初めて大阪に出てきた。身寄りも行くあてもないただの18歳の女の子でな。住み込みのホステスやったりいろんな職を転々としとったらしい。せやけどそれは蒼天堀の裏社会にとっては格好の餌食やった。格好の餌食？せや、誠に近づいてきた悪い男がおってな。
口八丁で誠に身寄りがないこと嗅ぎつけると急に人が変わったそうや。あの子が逃げられんようどこぞの俺に監禁した。そいつは何の目的でそないなこと。金や。金に決まっとるやろ。コウモリの入れ墨の男は誠を金で売り飛ばしたんや。ある韓国系の組織にな。そっから毎日あの子が朝から晩まで何させられとったかは皆まで言わん。ただあの子の目が見えんようになったのはそれが原因や。極限状態のストレスから来る心因性視覚障害。火もささんような暗がりであの子が自分の目で最後に見たんがそのろくでなしの腕にあるコウモリの入れ墨や。結託す悪い話や。そんな誠をわしが拾ったんがつい半年くらい前や。あんたらはその復讐のためにコウモリの入れ墨を探し回っとるっちゅうわけか。誠は自分と同じ目に遭うやつを他に作りたないんやと。なんやったらわしが確実に殺したるけどな。コウモリの入れ墨皮ごと剥ぎ取ったら。けどこれで分かったやろ。言うてもコウモリの入れ墨は街で自分の顔さらして女さらう程度の小物や。そいつが今誠の狙われとる理由とは思えん。チンピラに雇われてあないヨウさんヤクザは動かんやろ。せやったら他に心当たりはないんか。ないな。わしの話はこれでしまいや。あの女は小福町通りの春ビルの中におる。オデッセイいう店が倉庫に借り取る場所や。お前わしに誠返してもうてええんが。誠のことを殺さんで雇い主とどないなしつけんねん。殺されんでいい。それに誠も結局代わりの殺し屋に追われるだけや。せやったらどないせっちゅうねん。逃げきれんこともないで。一つだけわしらもお前もヤクザから逃げ切れる手がある。せやけどそれは劇薬地味た手や。大事なもん守るためにはそれに見合う犠牲が必要になる。あんたの協力も必要や。俺の協力？せや。ただわしの考え聞く前にやるかやらんかこの場で答えてもらわなあかん。でどんなことでもやるか。そんだけの覚悟があんたにあるか。どの道このままやったら俺はしまいや。やるかやらんか聞いとるんや。どうなんや。ええやろ。やっとるわ。そうか、わかった。せやったらあんたは誠んとこに早帰り。今日んとこはあの子の面倒を見たってくれ。え？わしには急いでやらなあかんことができた。何する気なんやあんた。目処がついたら教える。それまでは秘密や。この先あんたと連絡つけるにはどないしたらええ。キャバレーグランドや。夜になったらそこにおる。俺はそこの支配人や。ほんまか。あんたがあのグランドの。飲み代は心配すな。俺のおごりや。ふん、わかった。とにかく夜になったら連絡する。あんた名前は。マジマ五郎や。おとなしくしとったか。
李さんはどうでした？無事や。あいつは一発二発撃たれたとこで死ぬ弾やないな。ピンピンしとった。そっか、よかった。でもそれじゃ、あの話も全部聞いたの？ああ。長いことえらい目に遭ったんやな、お前。いや、今も似たようなもんか。自分殺しに来た男とボロい倉庫に缶詰めや。けどコウモリの入れ墨のことは多分お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。そう。辛いこと思い出させたな。少しやけど俺もお前に似たとこがあるんや。俺は片っぽだけやが目が見えん。それだけやない。いつ死んでもおかしない場所で俺も長いこと監禁されとった。お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。俺には片目残っとった。お前よりだいぶマシや。こんなん言うても慰めにならんか。その何や、かえって余計なこと言うたな。ああ、せや、腹減ったんとちゃうか。なあ、ゆうべから何も食うとらんもんな。大丈夫。アホ、大丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんなに落ち込むんや。元気ないときは食うに限るでな。すぐ食うもん買うてきたる。なんか欲しいもんあるか？なんや、やっぱり腹減っとるんやないか。わかった、ちょ待っとけ。ええな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おう、買うてきたで、たこ焼きや。ありがとう。少しは落ち着いたんか？うん。でも、お腹空いた。それでええんや。人間、腹に物を入れんと力が出ん。待っとけ、今食わしたるわ。あの、あ？あなたは目どうしたの？ん？その片目が。
なんで見えなくなったのかなって。ああ、俺の場合は怪我っちゅうかな、事故みたいなもんで、もう完全に潰れてもうだ。そんな、もう一つの目は残っとる。別にそれで十分や。かわいそうな。あうか、お前の方がよっぽどやろ。私の目は心因性だからいつか治るかもってリーさんが。そうなんか。なら望みはまだあるっちゅうことやな。よかったやないか。でもあなたの目は。もう慣れとる。そない不自由しとらんわ。せいぜい男前が台無しになっただけや。男前なんだ。目が揃っとったらな、お見せできんのが残念やで、ほんま。残念。少しは笑えるようになったか。うん？何やお前、時計しとるんか。見えへんのに、けったいなやっちゃ。まあね。でも、かわいいでしょ。せやから、見えへんのやろうちゅうとるやろが、まったく。わかってるよ。でもね、これ、オルゴールの曲が鳴るの。それがまたかわいくって、癒されるんだ。うん？どないの音や？今はならない。だって時計が壊れてるから。なんやねん。でも捨てられないものってあると思わない？他人から見れば全く意味がないけど、自分にとってはなんだかすごく大切っていうか。目が見えなくなって、時間もわからなくなって、時計も壊れて、音も出なくなって。だからわかってるよ、そんなもの必要ないって。でも私がまだ元気だった頃の証なの。それを捨てちゃったら、私は本当に。お前、でもまたあのオルゴールの音聞いてみたい。わかるで。え？捨てられんかったら持っとりゃええ。持ったらきっと、いつかええことある。いつか、いいことか。ん？どないした？やっぱり違うよね。そんなものにこだわってるから、いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。おい、いいの、ありがとう。あなたの気持ちは嬉しいよ。感謝してる。そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって。大丈夫、私強くなる。強くならなきゃ。アゼア、まだ言うとらんかったけどな、リーノさんはなんややることがある言うとったわ。それが済んだらここに迎えに来させる。それまでもう少しの辛抱や。うん。どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。
佐川って名前に聞き覚えあるか。近江連合の極道や。知らない。そうか、佐川も誰かに頼まれただけかもしれんな。けどなんでお前みたいなんが極道に狙われるんや。あなたはその佐川って人に脅されてるの。似たようなもんやな。けど俺はお前を殺すことで褒美をもらえることになっとった。東条会に戻れるっちゅうな。東条会？あ、いや、お前は知らんで英語で。じゃあもしこのまま私を殺さずにいたら、あなたはそのヤクザに殺されるの？大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。うまくいったらお前も俺ももう殺されんで済むっちゅう話。本当に？お前んとこの店長やろ、信じたれ。ほな、仕事が終わったらまた来るで。ええな。あの、いかがですか、お客さん。ちょっと遊んでいかれませんか。お？私、この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をおつけできますよ。いかがです。この店はキャバレーか。いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか、ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんのや。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。わかった、案内頼むわ。その代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれや。もちろんです。さあどうぞこちらに。お客様、お待たせしました。ん？当店ナンバーワン嬢、ゆきちゃんです。どうも、ゆきです。よろしくお願いします。おう、よろしくな。それでは乾杯しましょうか。おう。乾杯。あの、すみません。私こんなんで。いや別にいいけど、でも。
ほんまにあんたナンバーワンなんか？ええ、一応。ただ、この店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけどね。3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい。ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、ファイブスターが現れてからはずっとこんな感じで。ファイブスター？なんやそれ。蒼天堀ファイブスター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや。そんなに人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない？なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。ん？毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです？ないでしょう。なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは蒼天堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょ。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいますよ。何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。ああ、そうだ。そういえばあなたの娘さん、東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー、可愛くてびっくりしましたよ。いや、それにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。お前、娘に何かする気か。さあ、私は別に何も。ただ
そういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですから。くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますよ。くそ。私はどうすればいいんだ。店長。どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな、店長。あ、お客さん、すみません。お恥ずかしいところをお見せして。気にするな。それにしてもなんなんや、あいつ。蒼天堀ファイブスターだったか？なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀ファイブスターは、お互い手を組んで、蒼天堀のキャバクラをすべて、自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべくたくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず金を使った引き抜きや嫌がらせ暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかしなんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんよ。詳しいことは分かりませんが噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す？はい。なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することでそこに渦巻く金や利権人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もうやつらの要求を飲むしかないんですかね。あんなやつらの悪事に屈してしまうのはすごく悔しいんですが。しゃあないな。店長、俺が手伝ったるわ。え？実は俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。グランドの支配人って確か敏腕と噂のあなただったんですか？まあな、俺としてもそのファイブスターとかいうやつらにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わ。俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したので。いいんですか？グランドの支配人さんがこんな寂れた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。
それに俺もキャバクラっちゅう業務形態に興味もあるからな、いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございますお客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。真島や、一丁頑張ろうぜ。真島さんですね、何卒よろしくお願いします。ああ、ええ、何やて？ええ、それじゃあ、はい、うん、ほう、はい、うん、それじゃあ、趣味の話ですか？私の趣味の話をすればいいですよね。ああ趣味ですよね。何かあったかな？趣味。あっ。ん？はい。私、無趣味でした。おいおい。だって、私、本当に無趣味で。あっ、趣味と言っていいのかわからないですけど、毎日、日記を書くようにはしてますよ。ふん。今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。ちょい待てよ。え？そうですね、真島さんって意外とよく気がつく人ですね。私なんて盆栽歴8年くらいですから、盆栽界の中ではまだまだひよこ。趣味なんて言ったら先輩たちに怒られちゃいます。
なんですよね。なんか私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。いや、でも私お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうすればいいんでしょう。それじゃあ、褒める？顔とかを褒めればいいんですか？ああ、真島さんのこと生まれて初めて尊敬できましたよ。伊達に変な眼帯してませんね。ちょい待てよ。え、あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど、すいません。言ってるんですか。私だって特技くらいありますよ。ん？ですね、よくお年寄りに好かれたりしますよ。なるほどな。そうですか。孫っぽいかはよくわかりませんが、昔からおじいちゃん子ではありますね。ほう。ありがとうございます。じいさん以外もできればいいんですけどね。苦手なことたくさんありますけど、まあ失礼ですね。そうですね、真面目な話をしますと、私男の人と話すことが苦手です。それはですね、そうだ、苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。あ、確かにそうですね。真島さんとは私普通に話せますね。それはないですよ。真島さんは多分男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。何やと？すいません。疲れ。
らっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ありがとうございました。支配人、すみません、よろしいですか？あ？ホールのお客様が支配人とお話ししたいと言ってるんですが。どんな客や？どうも日本人じゃないようです。多分中国人の。背が低くて少しくたびれた感じの。支配人、いかがいたしましょう。すぐ行く。どこのテーブルや。ご案内します、こちらへ。
支配人、こちらのお客様です。お呼びでしょうか。ああ、私ね、支配人さん。ジャンバレーの闇医者なんてやったんか。グラントいいお店、全部支配人さんのおごりね。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それとこちらの患者は俺持ちや。頼むで。かしこまりました。昼はすまんかったな。あんた怪我しとらんか。ああいいよ、もうこっちの方が人数多かったし。あなたほんと強いよ。リーさんも顔負けねえ。おい、酔っ払う前に用件言えや。その理由はどないした。ああそうそう、私李さんのお使いで来たよ。李さん、あまりこういう店で顔をさらしたくない。だから私伝言頼まれた。伝言？大丈夫、私まだ予定ないよ。リーの電話なんや。あなた、これからすぐ店抜けられるか。なあ、なんで。お店出たらあなた自分の家に向かう。支配人さんの家ここから遠い。いや、蒼天堀沿いや。ああ、好都合ね。リーさん、あなたが家に着いたらそこであなたに声かける。リーさん、お店から出たあなたのことどこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけか。私伝言伝えるだけ、よく知らないよ。そうか、わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。ほんと？いいの？はあ、さすが太っ腹ね、支配人さん。私あなた大好きよ。真島。やっぱりや、どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人真島五郎、ゆうべは世話になったな。ゆうべどちらさんでしたっけ。わしらんことはどうでもええんや。誠ちゃん、どこやった。あの女、どこ隠したんや。お前ら。女さらいに来た連中か。何や、そっちから顔出してくれたんか。どれ、余裕かましよって。何笑とんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思うてね。なめとんのか。ゆうべは油断したけどな、今日はそうもいかんで。もうわしらもなりふり構ってられんのや。国道をなめとったらあかんで。くれ、ごついね。なんなんやお前。逃げんな。俺に用があったんとちゃうか。くそ。こっちも聞きたいことがあるんや。きっちり答えてもらおうか。店の前で何やってんだ支配人。佐賀なんかトラブルか？らしくねえな。
お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。ん？別に何でもあらへんわ。なら店をおったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか。まだ。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。でてっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日や。まだ時間はあるやろ。まあな、見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでか。無駄話しとる暇ないんで。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。え？報告、連絡、相談、上司と仕事するときのいろはだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上ですよ。相談はねえのか。あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわ。はあ。リーカ。ああ。あれから怪我の具合はどうや。ふん。お前痛み忘れるコツ知っとるか。うん。がむしゃらにやらなあかん仕事やることや。ヤクザから逃げ切らなわしらどこまでも追われるんやで。痛み感じとる暇ないわ。そうかもしれへんな。それよりお前ここどないなっとるんや。あ？何のことや。このアパートそこら中から見張られとるで。少なくとも4カ所から。よう気づいたな。お前誠のこと隠しとんのバレとんちゃうか。いや、ずっと前から監視されとるんや。ここは俺の雇い主の。お前の店の周りもやで。分かっとる。他に蒼天堀からよそに出る道も全部や。俺は蒼天堀から出ることを許されとらん。連中が監視しとるのは俺をこの町に閉じ込めとくため。この町全体がお前の檻っちゅうことか。せや。どういうこっちゃ。俺はもともと東京のヤクザや。それが上に噛みついて下手打った。大阪で飼われとる今かて、いつ殺されてもおかしない。なるほど。まあ誰でも他人に縁裏は持っとるもんや。けどせやったらここじゃゆっくり話せんな。場所変えよ。誠のおるとこで落ち合うで。一応誰にもつけられんようにええルート教えたる。誰にもつけられんルート。ああ、ほぐし会館の診察室の奥に隠し戸がある。いつもは棚で塞いどるけどな。そこから隣のビルに抜けられるんや。もし尾行されたとしてもその隠し戸使えば大抵の相手はお前を見失う。なんで店に隠し戸なんて仕込んどるんや。せやから言うたやろ、誰にでも他人に言えん裏があるもんや。とにかく誠んとこ行くときは用心するんや。さっきグランドの前で絡まれとったやろ。お前の素性は昨夜誠さらに来たヤクザにも割れとる。どっから見られとるかわからんでいい。なあ、そしたらほぐし会館の隠し戸使えばええんやな。せや。そこを抜けたらあとはまっすぐ誠んとこ行け。そこでわしと合流や。ええな。わかった。しゃあねな。
今日もえらい疲れたの。早いとこマッサージしてもろうて、バキバキになった体をほぐしてもらいたいわ。俺や、入るで。ん？お前んとこの店長もう来たんか？うん、今飲み物買いに行ってて、すぐ戻るって。その封筒は？知らない、あなたに見てもらえってリーさんが。どういうこっちゃ。封筒、何が入ってたの？若い女の写真や。同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを。なんで？よう、早速見とるな。よう撮れてるやろ。リー、なんなんやこの写真。まあ待てや、言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ飲めや。ありがとうリーさん。お前の分もあるで。リー、なんや考えがある言うてたんはこの写真のことか。大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない、こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの外道女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。それがどないした。よう効く薬やで、ほんま。リ、お前何を。こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。ん？お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時その依頼主は何が欲しい。的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて。わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認すんのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません、その死体はうちの従業員です、言うてな。アホか、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や、女殺した後はその顔を。
誰かわからんようにしてしまえばいい。指紋も薬で焼いてるんや。お前は何なんや一体。本当のこと言えや。お前は何もんや。ただのハリシとちゃうやろ。なんとか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと。大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前。確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。いや覚えとったの。せやけど考えてみ、組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんねん。道端にでも落ちとるか。半年前わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎめぐってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは二人。そいつらを始末してみると、そこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな我先に逃げよったけど、そん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが、ああ誠や。この子は未延命でわしの手探してな、ぎゅっと握って離さんかった。泣きながらありがとう繰り返して、わしはその小さいでどうにも話すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけが。はあ、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。うん、小さい時から病気がちでな、薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。マジマ、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。娘守るためやったら赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。それがええことやないことも分かってる。せやけどもう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで、マジマ。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。だ。はあ、極道舐めすぎや。そんな小細工すぐバレる。せやったら他にどんな手があるっちゅうねん、言うてみ。話はしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきたからやろ。なんやと。なんやかや理由つけて己の手汚さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けどお前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒。せやったら腹決めて地獄落ちたらんかい。お前が俺の何を知っとるんやポケ。最後にもういっぺん聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。
ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけにはいかん。死ねえや真島。ホットハンド、とくと味わえや。おれ、せ、や、な、やるヤンキー。な。待てや、マジマ。ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。黒崎誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったらいつか誠んとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるも一人残らずぶっ殺したらば。なんやと。そんなできるわけや。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな。それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。何しとんのや俺は。ああ、支配人、おはようございます。おう。先ほど支配人宛にほぐし会館のリー様という方からお電話がございました。リーから？ご存知の方ですか？ああ、そいつなんて言うとった？それが支配人にすぐそのほぐし会館に来ていただきたいとしかおっしゃらなくて。支配人？わかった。よう伝えてくれたな。いえ、それでは失礼いたします。
事件ですが、この事件については CM の後引き続きお伝えしていきます。おお、マジマ、よう来た。待っとったで。傍聴まで何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。ね、お前水草やないか。たった一人で。せやけどこれで一件落着や。ようやったで、マジマ。何の話や。何って、お前やったやろ、あの写真の女。今日未明、蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は、身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳とみられます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し。何や、これは。おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。何やと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、ほぐし会館です。ああ、お前にや。変わったで、真島や。わしからのプレゼント、受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろな、牧村誠の死体や。何やと。あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないっちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もいや、目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前グランドに。いや、もうちょっと。ええ店やな、真島くん。わしここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。